はい、今日は、歩くクズに来てもらった。なんなんそれ、ちょっとカノくんの真似です。ポーってやんの。そうカノクスターさん。うんうんじゃねえ。はい、はい、ということで今日は俺と健太くんの質問コーナー最近やったんで、うん、まあゆうりくんの質問返ししていきたいと。これが重要と強制。はい、頑張ります。先ほど募集したんで、はい、まあ、俺が選んでいきたいと思います。はい、じゃあまあ最初は普通の最初は普通の質問から。はい、ゆうりさんはエレキギターも弾かれますか。まあまあ弾く曲もあります。まあそうですね、はい、ライブに来ていただけたら分かると思います。あとそちらに映ってますね、はい、エレキ。エレキ実際どっちが好きよ。どっちも好きです。比べられない。比べられない、うん、でも歌うのが何よりも好きかな、うん、俺ってやっぱりそういうところから。今日はこのテンションで送っとけ。ああ、さすがにね、来いよ。はい、ポテポどうしてますか。ポテポ、はい、そうですね、みんな結構来たかったからね、うん、これ全然動画出てないでしょ、うん、出てません。何回か出そうかと思ったもん、うん、あいつ、本当別に別に面白くないからね、出しても微動だにしないのよ。最近めっちゃ来るのよ。何がめっちゃ来るの、コオロギ。あ出た、まだ上げてんの。冷凍コロッケたっぷり上げてる、うん、めっちゃ食う最近。でもね、最近びっくりしたのがね、はい、うんちがね、うん、生まれた時からずっと下痢っぽかったの、うん、で何回も病院連れてったんだけど、うん、結構行ってたじゃん、行ってたね。ポテポの金額より病院代の方が高いって本当に病院ってびっくりするの、うん、動物って高いよね。動物やばいらしいよね。俺病院行ってなかったら、うん、ポテポあと10匹いけたと思うもんね。でも本当に下痢が結構すごかったの。いつも下痢でかわいそうだなと思ってて、うん、最近固形のうんちがたまに出る。うわー嬉しい。ポテポが元気なら何よりです。はいって感じですかね。はい、今日そういうぬるい感じ。いやちょろいかも。じゃあ行くよ。踏み込め踏み込め。直近でいつ X した。何 X って。あ、そういうことね。著名じゃない。著名。むず。著名。若い子、激むず。はい。半年ぐらい前かな。半年ぐらい前から、ぐっと、一つになって、うん、そっから、ね、うん、今朝までか、うん。今朝まで。結構長めな。うん、いわゆるポリニシアンってやつですね、うんうん。ギネス記録。ありがとうございます。ゆりチャンネル唐突に秘密ばらして。秘密って結構なくない？だって全部出してるぞ。確かに本当に全部出してるから。だから不意のやつ欲しいんだよ、うん、じゃあいいですか、こちらから。うん、楽しくないですか。昨日買った。昨日買いました。時計バラしてっていうか映ってるんですよね、うん、確かに。でもさ、分かんないと思う、見ててもね、確かに分かんないと思う、うん、でもこれ軽いんだよ、ステンレスだから。軽いらしいです。あのね、うん、AP さん、元の PK さん、はい、すごいんだよこれ、うん、電話かかってくる。自分が欲しいのなんて全然入ってこない。はいはいはい、そんな簡単にはね、うん、でもこうずっとこう予約してさ、こうやって、うん、これがいいですみたいな言うわけ、うん、一応こう予約っつ予約でもないんだけど、うん、希望を言うぐらいな感じやろ。へぇ、希望言ってるとさ、うん、もう俺も朝こうやって久々によく寝れたな、うん、そしたらブーブーって俺電話嫌いじゃん、うん、嫌いですね。電話かかってきたの、うん、ダクッバーって切って、はい、もしもし木村ですって言ったの、うん、ゆうりさんが来たわけ。木村様じゃない、ゆうり様って呼ばれてる。ゆうり様、ゆうり様、うん、出ました。出た。マジかよっつって朝から。見てる人も分かんないと思うけど、はいはい、実は3、4ヶ月前にも1本買ってるじゃん。そうだね。分かった。はい、俺の動画でさ、最初に出たのってさ、うん、二次流通の感じでさ、うん、誰かが一回買ったやつを買ったじゃん。うんうん、そうだね。だから高かったわけじゃん。うん、で、これは定価で買ってる、うん、はい。でも、定価でも高いじゃん。うん、そうだね。でも4ヶ月前も電話かかってきてる。ゆうり様って朝、うん。で、買ってんのね。明日も買ってるの。だから俺この何もちろんレアで全然出ないし、うん、ありがたいの、うん、めちゃくちゃ嬉しいし、はい、もう宝物だしね、うん、もう朝起きて見てる、うん、ただ、うん、このペースで来られると破産する。季節の香りにはいいと思う。確かにね。もうその買った後に、うん、次はどちらを希望予約じゃないの、うん、この中で思ったわけ、うん、そんな出る時計じゃないの分かってるよ、うん、このペースで来たら死ぬと、うん、そんなに頑張っていただかなくてもびっくりで大丈夫ですけど。出てこないので、うん、調子乗ってる。ああ、そうです、ね。でもね、電話来るのがもう恐怖ですね。もう避けれないからね、電話来たら。確かに。避けれないとか欲しいからね。うん。来たら買っちゃうもんね。なるほどね。なるほどね。いや、もう、でも、かっこよくない？かっこいい、これ。緑なんですよ、なんか。そうなの。わかりにずるいかも。ロイヤルオークってやつ。はい。なんか、秘密の方向間違えたわ。確かに。ごめんなさい。うん、いいですか、覚えつきで。あ、はいはいはい。あいつ何なの？質問コーナー分かってる。あいつが、ちょっと秘密しくったから飛び出したよな。何何？あの最近一番直近で女子泣かせたのいつですか？泣かせた日。でも俺ね、泣かれたりあんまないな。へえ。俺思うんだけど、例えば付き合ってて泣くことはあるかもしれないけど、うん、なんか俺がなんかして悲しいとこあるって。
付き合ってないしね。まあそうだね。だし、その俺だからね俺だからね例えばなんかちょっとした、うん、この人優しくないなとかで、うん、例えばあるとするじゃん、うん、俺優しいイメージ別にないじゃん。そうだよ、うん、連絡返ってこないと思う。普通だろうし、うん、そう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 、うん、例えばそういうことだよね。例えば連絡この人本当にいつも遅いとか、うん、いや俺だし多分バックレとかも多いだろうし、うん、バックレ最近減らしてんの。減らしてんの。しょうがない時多いじゃん。もういろんなものがガチャンガチャンなりすぎて押しすぎてとか。でもね、それは本当は結構あって、はい、俺こう予定がさ、例えば1週間後に遊ぶ、うん、この予定めっちゃ苦手なわけ。はいはいはい。しかも仕事が入るしね、うん、で、俺仕事が入っちゃってもすぐ言えないの、うん、その人に。なるほどね。仕事入っちゃった、ごめん、日にち変えてとか、うん、もう言えないまま、あー言わなきゃなって言って前日になったりするだからこれってやばいよね。あ、まあ、で、確かにね、今現在ね、うん、それが2個起きてる。やばで、もう3日後に、3日後とか4日後に迫ってきてる、うん、だから早く連絡しなきゃいけないんだけど、これ今日もしないの。しろよしろよ。いや、そういうところで、裏で投げるのよ。ああ、でもそれって好きだから泣くでしょ。埋め合わせ半端ないから埋め合わせ力俺の埋め合わせ力なめんなよって。確かにね、約束守るじゃない。いやいや、何食べたいかな。食べたいかい。やいやいやゆうりチャンネル。デートとかしてるの。デート一回、そうだ、すごいのあった。表参道を女友達と遊んでた、はい、歩いてた、うん、買い物してたのかな、うん、普通に、うん、俺買い物したくて選んでほしいからジェイスだった、うん、したら君忙しかった、はい、どっか行ってたの確か、うん、でマジかっつって、うん、俺今日しか空いてないから今日買い物したいなっつって、うん、たまたま俺の友達おしゃれな女の子がいるから、はい、おしゃれな女の子じゃあ、あの子に選んでもらって、うん、こう来てもらったっけ、はい、服マジセンスないから、うん、で行ってたのに歩いてたのよ、うん、したら俺歩くの早いから、うん、女の子置いていっちゃってたの、うん、巻いた巻いた、そう巻いちゃったのそしたら右側が多分ファンの方なのかな、はい、気づいてくれたんだよね、うん、で声をかけようと歩いてきた時にその女友達が置いていかれたから、うん、走って俺の横にバッて来たの。なるほど。めっちゃ気まずくない？気まずいね。友達なんだよ、うん、でもその人もまだ話しかけてくる前だっけ、うん、こっちで話しかけようとして歩いてきてくれたけど、うん、なのにそこでいや友達ですっていうのはキモいやん。確かに。だからなんか俺一番見かけてるずっと一番まずい、その反応一番まずいなんかあれめっちゃ恥ずかったな。それが最後かも。最後、うん、じゃあ最近引っ越しましたが、はい、新居いくらするの。ああ確かに言えるわけなくね、普通に言えよ家や家がバレちゃう。あ、まあ、そうそうそう、あ、そっかそっか、うん、内装入ってたじゃないですか。内装入れたよ、結構長かった。1ヶ月半、2ヶ月しっかり作り込んだ。それで大体あ、そっちだった、全然いいな。あ、マジ、うん、3000万ぐらい。えでも、内装だからね。いやいやいや、どういうこと。みんなでご飯食べるようにしたかったの、うん、テーブル置くだけやん、それ。でも、よかったべ。めっちゃいい。めっちゃいいでしょ。めっちゃいい。いやー、あれモテるぞ、あの部屋。うんこだな。家好きじゃなかったから、うん、いつもさ、もう家出てたじゃん俺。そうだね、何かあったら出て、うん、で、部屋来てなかったらホテル泊まってんだよ俺。うん、この家の時、うん、何してんだろうって普通に。本当だよね、これめっちゃ無駄じゃん、うん、最近昼飯も夜飯も行ってないっす。行ってないね。前の方がこうわちゃわちゃいろんなとこ行ってたけど、最近はずっと家にいますもん。あのね、一番やばいのが、うん、こういうテーブルで飯食うの嫌なの、うん、昔から。ローテーブルね。そうそう、高いテーブルで椅子で食べたいわけ、はいはい、めっちゃいい経験したのに、うん、その家で食ってるもんだけカップ麺とか冷凍食品食ってる。なんで。いや、なんかね、俺別に何でもいいんだね、食い物。結構居心地が良くて、うん、結構家にいる最近は。家が嫌いじゃなくなった。おお、いい買い物してました。うん、いい買い物した、はい、実はタイでお見かけしたんですが声かけれなかったです。あの現場を見たなら、うん、あなたかなりヤバいです本当に見ちゃった、うん、消さなきゃいけないかもしれない怖っ。今質問したわ怖特定しますか、まず、うん、そう頼むわ、うん、今日本人らっぽいな。オッケー、わかりました。後でちゃんと調べさせて口止めしないとね、うん、意外とさ、リゾート地だったりするんだよね。うん、すごい綺麗だったし、ね、で船乗ったりしたんだよ。あ、そういう海系もあるってことかな、うん、そういうのってめっちゃ楽しかったな、うん、どこで見たんでしょうかね。確かに一番ヤバいとこで見てんじゃねえのゆうりチャンネル。カバーアルバム注文したよ。ああ、そうっす、古着なの。これって、はい、激エモだからね。激エモです。まあ出るんですよ、カバーアルバムが、はい、そう、カバーアルバム出ます。はい、ジャケットおしゃれじゃなかった。かっこよかったね、うん、この選曲も含めて、うん、あの全部
ご本人様に怒られないぐらいな、うん、ご本人さんにもかっこいいと思ってもらえるように、うん、自分なりに、はい、誰がカバーしても一緒っていうよりはやっぱり、うん、あ、ユーリがカバーしたからこうなったんだっていうふうに思ってもらえるように心込めて歌ったので聴いていただけたらすごく嬉しいなと思います。よろしくお願いします。また情報出たら多分動画出すと思うので、うん、ね、楽しみにしてください。札幌ライブの夜はススキノでブイブイ言わせましたか。わー、1個言っていい、はい、これ今回の話じゃない、うん、今回はマジでブイブイ何も言わされなかった、うん、あ、今回ミスった、うん、なんかね、俺最近ライブの前日さ、うん、すごいナイブになってるの知ってる。え、そうなの。いやいや、ナイブってその心がじゃない、あ、体の、まあ、そう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 、うん、なんかさ、ホテルでさ、一回さ、なんかの時にさ加湿器つけ忘れてさ、うん、寝たらさ、ホテルってやっぱ乾燥するよね、うん、そうだね、これガラガラになってさ、うん、結構治るのに3日くらいかかったんだよ、うん、でもダメな、これ、はい、プロだしなと思って、うん、前日は加湿器2台ぐらい回して、うん、黙々にして寝てる、うん、だからもう今回はススキノ全然遊んでないの、うん、2個ぐらい前かな、うん、実はバンドメンバーか、あ、そうだね、多分みんなでさボーリングしたとか、いや、ボーリングしたのもそうなんだけど、その前に1回女の子店行ったんだよ、うん、おぉ、バニーちゃんがいるみたいな、うえー、なるほどね、でね、行ったわけ、バニーで、俺お酒飲まないからさ、うん、1時間ぐらいでいいやってなんだよ、うん、で帰ったわけ、うん、そして俺東京帰ってからさ DM のリクエストってなんかあるんだけど、うん、そこ押して見てたの、うん、そしたらご来店ありがとうバニーって DM バレバレだったね、バレバレなんだよ、マジ恥ずくない。可愛い人と綺麗な人どちらが好み。どっちも愛せる。愛せるとかじゃない違う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 、趣味じゃん可愛い人か綺麗な人、好みはその日の俺のコンディションによるよ。コンディション。可愛い人はいつだって好きやん。うん、ああ、なるほど。綺麗な人はこっちがなんか今日いけるかもって思った日が好き。思った日は綺麗な人。そう、調子いい時綺麗な人。なんかさ、ね、心が乗れてない時、綺麗な人見ると緊張しちゃわない？いや、そう。キノコのこのこ元気のこ。綺麗な人はちょっと気張っちゃうというか。ね。俺じゃ無理だみたいな思っちゃう。そうそうそう。うん、なんだけどたまにさ自分のさ、うん、ぶっ壊れてる時あるね。アクセルが、あー、なるほどね、綺麗な人にもグイグイ行っちゃう日、おー、は綺麗な人も好きだよね。選べて聞かれてんだろ、うん、いやでも、まあでも、いやー、柔らかい子何か、まあ、多分違う答え出す。全体的に、全体的にね、うん、柔らかい子好きかも、最高か、綺麗でも可愛くても、柔らかい子、うん、ゆうりさんって人格4つくらい使い分けてません？え？黒毛？バレた俺の人格4つあんのバレた、多重人格です。俺、なんでこんな人格が増えちゃったかって話していい、うん、俺、真実の行方っていう、うん、リチャード・ギアが出てる映画がすごい好きなの、はい、え、見たことある、ね、弁護士さんの検事が、うん、あるこう殺人鬼を弁護したり、うん、責めたりするわけ、うんはい、でこいつが責任能力がないっつって、うん、無罪なんだよね、うん、何重人格もあるとか言って、うん、えぇーとか言って、うん、そしたら最後、無罪を勝ち取った時にパッて出たら、うんありがとうってこと言うんだよ、うん、忘れたけど、うん、最後のセリフ忘れたんだけ ど、 なるほど、ね、実は1個だったのに多重人格を演じてたの、何個の人格もあるように見せかけて、なるほど、めっちゃ頭を使って無罪を勝ち取ったっていう、うん、クソみたいな映画なわけ最高に面白いんだけど、ブラックソではそう、でもそれ見てからかっけえと思って、うん、今これ必死に最後を演じてる必死に演じてるだからサイコパス診断とか、うん、あえてサイコパスどれだろうっつって、うん、考えて考えて、うん、自分の中で一番ひどいの選ぶんだけど、うん、めちゃくちゃ意味わかんないキテレツなことになっちゃう狙ってもできない実際サイコパスがなさそう、うんうん、多分違うな確かにね。でもさサイコパスって嫌だけど、うん、で俺都市伝説好きだからサイコパスのことめっちゃ知ってんの、うん、あなんだけどちょっと憧れるとこない、それ言葉にアニメとかでも使われてるからさ、なんかかっこいいイメージあんじゃん。まあわかるよ、正直、ね、人格は1個しかないけど、うん、考えがそういう風に見えてるのかも、うん、YouTube は楽しく、うん、音楽をもう広めたい、うん、で今日の何で音楽が広まったんだ本当だよね音楽の家のことばらして高い買い物して最近いつ著名したで半年前からずっとまだ続いてるっつって帰ったらまだ続きやんなきゃいけないからそう、ちょっと終わったっすよね続きまだ出してないからなるほど半年からまだ出してないだからまだ続いてんだけど、そういうのだったりそのばらして何が続いてんだ、うん、じゃあ何が広まってんって感じだけど、うん、まあ YouTube はそういうことよ、はい、でライブではさ、うん、自分のこうアーティストとしての、うん、なりたい姿に目指してこう頑張ってるわけじゃん、うん、で普段の音楽さ作ってる時とかは、うん、やっぱ人の心に響けばいいなって、うん、今の自分のスイッチのまま、うん、曲作ってたって、うん、どんな曲もできないよ確かにクソみたいな曲ができちゃうだから自分の心を切り替えをちゃんとしようって思ってます、はいはい、なのでこれからも頑張っていきたいと思います。僕3チャンネルもありましたゆうりチャンネル、まあこんな感じかな、はい、うん。
またじゃあ話せるように大会戻しとく、はい、ああいろいろエピソード作っといてくれ、次の季節ぐらいかな、うん、オッケー、はい、じゃあ次半年後ぐらい、じゃあ1年続いてますチョメ、お前憧れんじゃねえよ、憧れねえよ、お前憧れてんだろ、憧れねえだろ、おかしいだろ、そんな感じで、はい、今日の動画は終わりだと思います、はい、チャンネル登録とグッドお世話になりました、はい、チャンネル登録お願いします。